ハリー・ハインズ・ウッドリングハリー・ハインズ・ウッドリングはアメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、第25代カンザス州知事を呼び、第53代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。ウッドリングは1890年5月31日にカンザス州エルクシティにおいて誕生した。ウッドリングは地元の公立学校で学んだ。 ウッドリングは17歳の時に高校を中退し、ネオデ社の第一国宝銀行に、業務員として就労した。ウッドリングは続いて、レバノンビジネスカレッジでおよそ1年間を過ごした。その後、ウッドリングは、エルクシティの第一国宝銀行に、正社員として就職し、募金係と水筒係補佐を任された。 ウッドリングは続いて、ネオデ社の第一国宝銀行で追悼係補佐となった。ウッドリングは短期間のうちに昇進し、ネオデ社第一国宝銀行で副社長兼オーナーとなった。第一次世界大戦が勃発すると、ウッドリングは一兵卒としてアメリカ陸軍に入隊した。ウッドリングは、その後将位に任命され、戦車隊に所属した。 ウッドリングは1928年にカンザス州のアメリカ在京軍人会で支部長を務めた。その後、ウッドリングは銀行事業を再開し、続いて政界へと入っていった。ウッドリングは1930年にカンザス州知事候補として民主党の指名を受けた。ウッドリングは1931年1月12日に一期二年の知事職に着任した。 ウッドリングの在任中、資本主義先進諸国の経済状況は、世界恐慌により、危機的状況にあった。それは、カンザス州において、例外ではなく、州内の失業者数は激増した。銀行は次々に倒産し、州の予算は縮小し、公務員の給与は削減された。ウッドリングは独立組織としての労働省を新設し、雇用対策に当たらせた。 これにより、州の失業率はわずかに改善したが、根本的な解決には至らなかった。カンザス州の経済危機は、フランクリン・ルーズベルト大統領のニューディール政策によってようやく脱することができた。このほか、ウッドリングは、自動車を運転する際の運転免許を義務化し、また、障害児童のための常設委員会を設置した。1932年、 ウッドリングは州知事の再選を目指したが敗北した。ウッドリングは1933年1月9日に任期を満了し州知事を退任した。カンザス州知事退任後の1933年4月6日、ウッドリングはフランクリン・ルーズベルト大統領から陸軍次官補として任命を受けた。ウッドリングは物資調達に関する対応を指揮。 監督した。1936年9月25日、ウッドリングは陸軍長官、ジョージ・ヘンリー・ダーンの死を受けて公認の陸軍長官に承認した。ウッドリングは1940年6月20日に辞任するまで陸軍長官を務めた。ウッドリングは前任長官、ダーンの政策を継承し、常備軍、州兵、予備役の兵力増強を図った。 人員と物資のバランスを考慮して動員計画の修正を行い平時の国防体制を確立することの必要性を強調した。ウッドリングは他国との政治経済上の関係を嫌う孤立主義者であった。ウッドリングはイギリスに物資を提供しようというルーズベルト政権の政策と対立し1940年に辞任を要求された。ウッドリングは 陸軍長官退任後、公職を離れた。ウッドリングは1946年と1956年にカンザス州知事を目指したが、いずれも敗北した。1967年9月9日、ウッドリングはカンザス州トピカにおいて脳梗塞により死亡した。ウッドリングの遺体はカンザス州トピカのマウントホープ墓地に埋葬された。 ウッドリングは1933年にヘレン・クーリッジと結婚した。ウッドリングはヘレンとの間に子供を3人設けた。ありがとうございます。